でも最近あれなの、まゆちはいろいろね、タレコミ情報が来てて。タレコミ、はい、何タレコミ。あ、そうだよ、まずちょっとみんなにさ、見てほしいもんがあんで。なんでしょう。見てくれ。あ、このイヤリングを見てください。アップにしてください。これ、愛しのまゆちが手作りで前田にイヤリングをくれました。ありがとう。作りました。え、すごくない？え、手作りでしょ。そう、金沢に行った時に、ありがとう、水引き体験っていうのをやって、その時になんかこうイヤリング作るってなんかどうしようかなって言ったら、松浦さんがね、前田さんにプレゼントしたらいいじゃんって言って、確かにみたいな。ちょうど作った数日後が本当はその元々の放送日だったから。そうなんだよね。そうだから、あ、ちょうどいいじゃんっつって作ったんですよ。で、前田さん、どの色がいいかなってずっと並んでて、何がいいかな。なく、私がさ、ちょうどその体調崩してるタイミングで、まゆちが LINE くれてさ、なんかいい、もう気にすんなみたいな、もうゆっくり休めみたいな。そうそう。でもそういうね、もうほんとあったかい。なんなら体調崩してるの知らなくてめっちゃ LINE 送っちゃっててさ。あ、そうだったっけ。めっちゃ早くて、レスが。え、前田めっちゃ今日レス早いじゃんと思ったら、あ、言ってくれよみたいな。いや、後で知ったの。すぐ数時間後に知って、みたいな。そう、お布団で寝てたの。こうやってこうやってふーってなって寝てて、そうそうそう。したらね、まゆちがこうやって、あの、渡したいものあるって言ってくれて、そうなの、すっごい元気もらって。本当にめちゃくちゃ、マジで一番元気出た。やった。本当に嬉しい。ありがとう。似合ってる。ありがとう。いい感じ。五章大事にします。ありがとうございます。もう本当に大事にします。いい。で、まゆちもこれ耳につけてる。あ、そう、これはうちのマネージャーさんが ね私に作ってくれて。え、松浦さんってマジさ、めっちゃ器用だよ。すごい。だしさ、色のセンスすごい。色のセンスがめちゃめちゃいい。なんか2色選べたんですよ、紐をね、その2色を編み込んで作ったんですけど、すごいよ。なかなかさ、一般人のこの染色感覚だとこの色出てこないよ。すごくない？ねえ、めちゃめちゃ可愛い。なんか蛍光カラーっていうんですか。ねえ、でもなんか服とかにもパッとやっぱ映えそうだし。すごいよね。めちゃめちゃすごい。これはちなみになんかこう赤、朱色っていうの、なんかちょっと濃い赤と、あとなんかね、いろんな色がこうちょっと混ざってるなんか紐にしました。ねえ、なんかちょっと色合いがさ、ちょっと見てみる。そう、なんかね、わかる。すごい、いろんなちょっと色がこうマーブルっぽくなってる。あ、ほんとだ、グラデーションみたいになってる。そう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 。ごめんなさい、ちょっと見えるかな、わかんないけど、ちょっとね、そう、ちょっとね、むずいよね。白じゃないんだよね。なんか本当に素敵な色合い、ちょっと淡い色で黄緑とかピンクとかが、そうそう、ちょっと混じってる、グラデーションになってる。かわいい。本当にありがとう。いやー、よかったよかった。他にもね、なんかちいかわグッズをね、ご当地ちいかわ好きなの作ってたから。そう、前田さん、ご当地ちいかわここにありますけどいかがでしょうって聞いたら、そう、したらもうお布団で私寝てるからレス早いからさ、あの、これがいいですとか交流でいいですよつってこれがいいですとか言って。本当ちいかわ好きなの。大好き。もうちいかわをね、もうずっとグッズ集めちゃうんです。また地方行った時買ってくる。ありがとう。嬉しすぎねえっていうお話でございました。はい、みんなに報告できてよかった。ね。ね。